弓と禅を要約。弓と禅。弓と禅は、ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルが日本で弓道を学びながら禅の本質に迫る過程を描いた本です。ヘリゲルは、弓道の師範である阿波健蔵から指導を受け、弓道を通じて禅の教えを体得しようとします。本書では、弓道の技術だけでなく、精神的な修行としての弓道の重要性が強調されています。ヘリゲルは、弓を引く際に、意図を捨てることや、今に集中することの大切さを学びます。これにより、彼は次第に禅の神髄に近づいていきます。この本は、禅の教えを西洋に紹介する重要な役割を果たし、スティーブ・ジョブズをはじめとする多くの人々に影響を与えました。興味深い内容ですね。何か特に気になる部分はありますか？弓道と禅の関係についてもっと教えてください。弓道と禅は深い関係があります。弓道は単なる技術やスポーツではなく、精神修養の一環として捉えられています。以下にその関係を詳しく説明します。弓道と禅の共通点。精神集中。弓道では、的を射る際に心を無にし、全神経を集中させることが求められます。これは禅の無心の状態と非常に似ています。呼吸法。弓道の斜方八節、斜方八節には、呼吸のリズムが重要な役割を果たします。禅でも呼吸法が重要であり、呼吸を通じて心を落ち着けることが目指されます。姿勢。弓道の胴作りは、座禅の姿勢と似ており、立禅とも呼ばれます。正しい姿勢を保つことで、心身の調和が図られます。弓道の修行と禅の教え。弓道の修行は、技術の習得だけでなく、精神的な成長を目指します。弓道の師範である阿波健蔵は、弓道を心で射る弓として教えました。これは、技術だけでなく、精神の修養が重要であることを示しています。弓道を通じた禅の体得。オイゲン・ヘリゲルの弓と禅では、弓道を通じて禅の教えを体得する過程が描かれています。ヘリゲルは、弓道の修行を通じて、意図を捨てることや、今に集中することの大切さを学びました。弓道と禅の関係は、単なる技術の習得を超え、精神的な成長や自己の探求を目指すものです。何か特に気になる点や、さらに詳しく知りたい部分はありますか？弓道を始める際のアドバイスが欲しいです。弓道を始める際のアドバイスをいくつかご紹介しますね。1、基礎をしっかり学ぶ。弓道は基本が非常に重要です。最初は斜方八節、斜方八節と呼ばれる基本的な動作をしっかりと身につけましょう。これには、足踏み、胴作り、弓構え、抱きし、引き分け、回、離れ、斬新の8つのステップが含まれます。2、無理をしない。初心者のうちは、無理をせずに自分のペースで練習することが大切です。無理をすると怪我の原因になりますし、精神的にも疲れてしまいます。3、指導を受ける。弓道は一人で学ぶのは難しいので、必ず指導者の下で練習しましょう。指導者からのアドバイスをしっかりと受け入れ、自分の技術を向上させていくことが重要です。4、適切な装備を揃える。弓道には専用の道具が必要です。最初は道場で貸し出されることが多いですが、続けるうちに自分の弓矢や、弓道着を揃えると良いでしょう。特に弓道着は動きやすく、弓を引く際に邪魔にならないものを選びましょう。5、精神面の修養。弓道は技術だけでなく、精神面の修養も重要です。心を落ち着け、集中力を高めることが求められます。禅の教えを取り入れることで、より深い理解と技術の向上が期待できます。6、継続すること。弓道は一朝一夕で上達するものではありません。継続的に練習を続けることで、少しずつ技術が向上していきます。焦らずに、自分のペースで続けていきましょう。弓道を始めるにあたって、何か他に気になることや質問があれば教えてくださいね。弓と禅でジョブスは兄を悟ったのか、スティーブ・ジョブズは、弓と禅を通じて、禅の教えが彼の人生と仕事に大きな影響を与えました。ジョブズは禅の実践を通じて以下のような悟りを得たとされています。1、シンプルさの追求。禅の教えはシンプルさを重視します。ジョブズはこの考えを製品デザインに取り入れ、複雑さを排除し、シンプルで直感的なデザインを追求しました。2、今に集中すること。禅の教えでは、今この瞬間に集中することが重要です。ジョブズはこの考えを日常生活や仕事に取り入れ、常に現在の瞬間に全力を注ぐことを心がけました。3、内省と自己探求。ジョブズは禅の瞑想を通じて自己を深く見つめ直し、自分が本当に望むものを見極める力を養いました。これにより、彼は自分の直感を信じ、革新的なアイデアを生み出すことができました。4、精神的な強さ。禅の修行は精神的な強さを養うことを目的としています。ジョブズはこの精神的な強さを持つことで、困難な状況にも冷静に対処し、目標を達成する力を得ました。ジョブズが禅から得たこれらの教えは、彼の人生哲学や仕事のスタイルに深く根付いており、
彼の成功に大きく寄与しました。弓道と禅の関係をもっと詳しく聞きたいです。弓と禅、弓道と禅の関係は非常に深く、両者は精神修養の面で多くの共通点を持っています。以下にその詳細を説明します。弓道と禅の共通点。精神集中と無心。弓道では的を射る際に心を無にし、全神経を集中させることが求められます。これは禅の無心の状態と非常に似ています。無心とは心を空にして一切の雑念を排除することです。呼吸法。弓道の写法8節、写法8節には呼吸のリズムが重要な役割を果たします。禅でも呼吸法が重要であり、呼吸を通じて心を落ち着けることが目指されます。姿勢と胴作り。弓道の胴作りは座禅の姿勢と似ており、立禅とも呼ばれます。正しい姿勢を保つことで心身の調和が図られます。弓道の修行と禅の教え。弓道の修行は技術の習得だけでなく、精神的な成長を目指します。弓道の師範である阿波健三は弓道を心でいる弓として教えました。これは技術だけでなく精神の修養が重要であることを示しています。弓道を通じた禅の体得。オイゲン・ヘリゲルの弓と禅では弓道を通じて禅の教えを体得する過程が描かれています。ヘリゲルは弓道の修行を通じて意図を捨てることや今に集中することの大切さを学びました。弓道と禅の相互作用。弓道と禅はお互いに影響を与え合い、精神的な修養を深める手段として機能します。弓道を通じて禅の教えを学び、禅の実践を通じて弓道の技術を高めることができます。弓道と禅の関係は単なる技術の習得を超え、精神的な成長や自己の探求を目指すものです。弓と禅をジョブズはどうしてビジネスに役立てたのか。スティーブ・ジョブズは禅の教えをビジネスに多く取り入れ、その成功に大きく貢献しました。以下にジョブズがどのように禅の教えをビジネスに役立てたかを説明します。1. シンプルさの追求。禅の教えはシンプルさを重視します。ジョブズはこの考えを製品デザインに取り入れ、複雑さを排除し、シンプルで直感的なデザインを追求しました。これにより iPhone や Mac などの製品が生まれました。 2. 今に集中すること。禅の教えでは今この瞬間に集中することが重要です。ジョブズはこの考えを日常生活や仕事に取り入れ、常に現在の瞬間に全力を注ぐことを心がけました。 3. 内省と自己探求。ジョブズは禅の瞑想を通じて自己を深く見つめ直し、自分が本当に望むものを見極める力を養いました。これにより彼は自分の直感を信じ、革新的なアイデアを生み出すことができました。 4. 精神的な強さ。禅の修行は精神的な強さを養うことを目的としています。ジョブズはこの精神的な強さを持つことで、困難な状況にも冷静に対処し、目標を達成する力を得ました。 5. チームビルディング。ジョブズはの教えをチームビルディングにも応用しました。禅の教えでは協力と共感を大切にすることが教えられます。ジョブズはチームのメンバーに対して禅の哲学を取り入れ、相互の信頼と協力関係を築くことを重視しました。ジョブズが禅から得たこれらの教えは彼の人生哲学や仕事のスタイルに深く根付いており、彼の成功に大きく寄与しました。ジョブズに影響を受けた人物はいるか。スティーブ・ジョブズに影響を与えた人物は多くいます。以下にいくつかの例を挙げます。 1. 森田明夫。ソニーの創業者である森田明夫はジョブズに大きな影響を与えました。ジョブズは森田の経営哲学や製品デザインに感銘を受け、アップルの製品開発にその考えを取り入れました。 2. ボブ・ディラン。ジョブズはミュージシャンのボブ・ディランの大ファンであり、彼の音楽と歌詞から多くのインスピレーションを得ました。ディランの反抗的で独創的なスタイルはジョブズのクリエイティブなアプローチに影響を与えました。 3. エド・ウィンランド。ポラロイド社の創業者であるエド・ウィンランドもジョブズにとって重要な人物でした。ランドの革新的な製品開発とビジョンはジョブズの考え方に大きな影響を与えました。 4. ティム・クック。ジョブズの後継者であるティム・クックもジョブズから多くを学びました。クックはジョブズのリーダーシップスタイルや経営哲学を受け継ぎ、アップルをさらに発展させました。これらの人物たちはジョブズの人生とキャリアに深い影響を与え、彼の成功に寄与しました。弓と禅を2024年の現在に生かすことはできないか。弓と禅の教えは現代社会においても多くの場面で応用することができます。以下にいくつかの具体例を挙げます。 1. ビジネス。集中力と無心。禅の教えである無心はビジネスにおいても重要です。会議やプロジェクトにおいて雑念を排除し、目の前の課題に集中することでより効果的な結果を得ることができます。シンプルさの追求。ジョブズが実践したように、製品やサービスのデザインにおいてシンプルさを追求することはユーザーエクスペリエンスの向上につながります。2. 教育。精神的な成長。
弓道の修行を通じて得られる精神的な成長は教育現場でも応用できます。学生に対して技術だけでなく精神的な成長を促す教育が重要です。3. 心理療法マインドフルネス。禅の瞑想法は現代の心理療法においても広く取り入れられています。マインドフルネス瞑想はストレスの軽減や精神的な安定に効果があります。 4. スポーツメンタルトレーニング。弓道の精神修養は他のスポーツにも応用できます。アスリートが集中力を高め、プレッシャーに対処するためのメンタルトレーニングとして活用できます。5. 日常生活。心の平静。禅の教えを日常生活に取り入れることで、心の平静を保ち、ストレスを軽減することができます。呼吸法や瞑想を日常的に実践することで、心身の健康を維持できます。弓と禅の教えは、現代の多くの分野で応用可能です。